おととい未明から昨日にかけての大雨は国頭村だけでなく本島北部の各地に土砂災害や浸水などの被害をもたらしました。一部地域では断水や通行止めが続いていて大雨の影響が生活を直撃しています。本島北部ではおととい午前0時過ぎ非常に激しい雨が同じ場所で降り続く線状降水帯が発生しました。東村では昨夜までの48時間に降った雨の量が1981年に観測を始めてから最も多い639ミリを観測するなど国頭村や大宜味村でも記録的な大雨となりました。これは11月の平均雨量の5倍、梅雨時期の6月の2倍を超える雨量です。この間に気象庁が出した記録的短時間大雨情報は18回に上りました。1時間に110ミリ以上の雨を観測または解析した際に発表する情報になるんですけれども、9日では12回、10日では6回、計18回、それ以上のものがこの2日間で降っているといったところですので、とても危険な状態だったということは言えるかと思います。土砂崩れの影響により道路が遮断されています。県によりますと大雨の影響で国頭村や名護市、東村では少なくとも5件の土砂崩れが確認され、東村の国道331号線や名護市と東村をつなぐ県道14号線が通行止めになっています。また大宜味村津波では安積川が氾濫し、橋の欄干には大量の流木が引っかかっています。この付近では車が水没する被害も。どんどん水かさが上がってきて車の中にも水入ってきて、で結局車の天井のところまで水来て、で自分とあと家内なんですけども2人は車の上にこう避難して、各地を襲った大雨は濁流となって集落に流れ込み、家屋の床上、床下浸水の被害が相次ぎました。もうこの辺までお尻まで水が、こっちもみんな畳みで水、今もう膝ぐらいまで来てましたね。で普通はそこまではならないんだけど、でここの横の山からの水も今溢れてるのは初めて見ました。大宜味村では津波浄水場が浸水し、村内のほぼ全域にあたるおよそ1700世帯で断水しています。このため村はおとといから給水車を手配し、大宜味小中学校や村農村環境改善センターに給水所を設けていますが、浄水場の復旧が急がれます。全然当分風呂も入れないんじゃない。これ回復いつするんかな。早く復旧してほしいですな。環境省沖縄奄美自然事務所によりますと、ウフギー自然館の駐車場に設置されたプレハブが浸水し全壊しました。自然館は改修工事中のため、ヤンバルクイナやノグチゲラなど保護していた野生生物は別の施設に移され、影響はありませんでしたが、一部希少生物の標本などが浸水したということです。これまでに降った大雨で地盤が緩んでいるところがあり、気象台は引き続き注意するよう呼びかけています。この後ですね、少しの雨でも、土砂災害の危険というものはありますので、引き続きですね、土砂災害の方に、留意いただければと考えております。北部地域では土砂崩れや道路の破損などが各地で相次いでいるほか、一部地域で停電も発生していて、住民生活への影響は長期化する恐れがあります。